笹を開けば人や咎めん、いつとなく駒なつくめる森の子がかる、子がくれ。駒なつくめる森の子がくれ。だからこの大豊島というよりももっと上ですね、おばあさんがこんなにして一生懸命誘うわけです。でそれに対して源氏もやっぱり答えなきゃなんない。この、ね、内志の助の歌はかなり露骨な歌ですよね。もうはっきりと、あなた大歓迎よ、私もう、ね、舞い上がっちゃうわってな、そんな歌ですよね。で盛りすぎたる下花りとももう燃えちゃうわよっていうような歌ですよね。でそれに対して笹を開けば人や咎めん、笹を開けてそういう草深いところに住んでいる人を訪ねたならば、世の人は咎めるだろうよ、いつとなく駒なつくめる森の子がくれ。これは影の日記の中に出てくる、草分けばあれこそまさめ、草枯れの駒なつくべき森の下川いう歌を本家にとっている。源氏の歌ですね。笹を分けて尋ねたならば人が咎めるだろうといつとなく駒が慣れ親しみらしい、その森の子がくれの場所で家でというふうな気分ですね。それと同時に森の子がくれっていうのはつまり人の目を盗んで人の目からつかないようにしてこう忍んでくる、そのことをということですね。上の笹を分けばというふうなのと響き合ってるわけです。笹を分けて自分が訪ねていったら世の人が咎めるだろう、いつとなく駒が慣れ親しむらしい、その森の子がくれの、あなたの家でというふうな、お誘いは山々だけれども世間がうるさくってそう簡単には行きませんよってなふうな、逃げ腰の歌ですよね。で煩わしきにそれが面倒なのさ、世間の人の目がそれが面倒なのさとて立ちたもを控えてと言って立ち去ろうとなさるのもちょっとね、差し止めてまだかかるものをこそ思いはべらめ、思いはべらね、今さらなる身の張りになん、この年になってこんな思いはしたことがありませんと言ってるわけで、ここのところのかかるものをこそ思いはべらめ、思いはべらねというのはおそらく万葉集の中の魚のイラツメの歌ですが、黒髪に白髪混じり老いるまでかかる恋にはいまだ合わなくに、いい歌ですね。黒髪に白髪混じり老いるまでかかる恋にはいまだ合わなくに、万葉集らしい盛りの年を過ぎてから女性の胸のときめきを歌った歌ですが、おそらくそれを下に持っているんでしょうが、引き歌にしている、かすかな引き歌にしているわけでしょうが、
まだかかるものをこそ思いはべらね。まだこの年になるまでこんな深い物思いをいたしたことはございません、したことはございません。今さらなる身の恥になん。老いに至って今さら我が身の恥になるようなひたすらな思いでございますと言って泣く様子、ありきたりのことではない。今聞こえん思いながらぞや、今しばらくしたらまたお便りするよ。ここにも思いながらぞや、引き歌があるわけですね。限りなく思いながらの橋柱、思いながらに仲や絶えなん。限りなく思いながらの橋柱、思いながらに仲や絶えなん。ながらの橋柱っていうのは、ながらの橋を架けるために橋柱を立てるわけです。その橋柱に人柱を立てたというふうな伝説があって、歌によく出てくることなんです。そして限りなく思いながらの、思いながらのと、ながらの、あの、なにわのながらの橋と掛け言葉にもちろんなっているわけですね。限りなく思いながらの橋柱、思いながらに、心に思っていながら仲絶えすることがありましょうか。周囲衆の読みと知らずの恋の歌です。それを心に持っていってるわけですが、思いながらぞや、心に深く思いながらのことだよ。つまり、なんとかこうこの場を、まあ、うまく、ね、内心の心も沈めて、内心の助の心を沈めて、出ようとしているわけです。今聞こえん、そんなに間を置かないでまた頼りをするよ。あなたのことを思いながらのことよ。そう言って引き離していでたも、すがりついているのを引き離しておでになるが、それを責めて及びて、強いて追いすがって、そして橋柱と恨みかくるを、その引き歌の橋柱、思いながらに仲や絶えなん、それその橋柱、その橋柱ですよ。橋柱っていうものにね、さっき言ったように、その特別の当時の人には思い入れがあるわけです。ながらの橋の橋柱っていうのは、つまり人柱を立てて橋柱にして、そしてながらの橋がかかったというわけですね。つまり一途な思いが託されている、そのあなたの引き歌になさったながらの橋のその橋柱ですよと言って、なお漆黒恨みかけ、引き止めようとするわけです。で、上は身内ぎ果てて、御掃除より覗かせたまいけり。帝はちょうど折しも、その時に
恩装束を整えることをお済ませになって、そして、朝枯れの間からおそらく出ていらしたんでしょう。そして、障子、当然襖障子ですね、今の明かり障子とは違って襖障子の間からこの様子をちらっと覗き見しておしまいになったわけです。襖の間からお覗きになった